川家歴代藩主、墓所です。吉川常忠公第8代、多分藩主っていうふうに一通り統一されて書いてますんで、まあこういった感じで大きいですよね。こういう感じですね。まあ歴代藩主江戸時代のものになりますんで、まあここはですね直接戦国時代とは関係ないですけども、こちらですね、10代藩主の長女。藩主歴代ごとにお墓がこう区切られているという形ですので、まあ、ここはですね、観光のついでに寄れたらと思いますね。もう一人ずつちょっと説明してるみたいなんで、どうぞお墓の雰囲気だけ。こちらは今の入り口の霊廟入ったところからすぐですので、どなたでも、参拝することが可能です。まあ、こういう説明がありますよね。まあ、こういう感じになってますよね。まあ、一番大きいのは吉川家、広家公の初代、こちらですね、初代藩主広家公と、そうですね、あとは歴代、吉川元春公の正室ですね、実行委員、そうですね、あとはまあそうですね、あとお歴代っていう感じになりますよね。こちらもそういった方、一人一人一応名前ついてるんでね、こういうカニ格好状にこうマス型というかお城じゃないんですけど、まあ、こういう感じになりますよね。ちょっとこう一人一人いちいち外に出なきゃいけないんですけど、ここはですねかなり規模が大きくて、ちょっと全部映しきれないと思いますけどもね、一通り雰囲気だけこういう感じですね。こちらも歴代かな、主要な他のところはちょっとさせていただきたいとか、まあ、こちらまたちょっと別な格好になってまして、結構大きくなってますよね。この感じ、まあお墓参りっていうとね、いつもなかなか小さい、こちらはまた特別大きな方で、11代藩主常明公、なんかお墓っていうかすごいですね、火みたいになってやってますよね。お一人ずつちょっと感じが違うんで、お墓としてはすごく綺麗にね整備されていて、さらにあちらにも巨大な、こちら7代藩主、すべて藩主ってなってますね。これまた大きなお墓ですよね。お大事ですから当たり前なんですけど、非常にこういう感じですね。はい、じゃあちょっと他多数いらっしゃるんですけど、歴代藩主墓所吉川家でした。